ルーティン動画です。1月の5日水曜日です。現在時刻も16時30分過ぎです。いやー、あ、結構これ西日逆光だな。はい、タラートバンビエン、タラートレーン、あー、にぎわってってるね。うん、似合ってる似合ってる。今日はね、あれっすね、今まで僕は三脚使ってなかったんですけど、バンビエンでね、三脚売ってる店はなかったんですよ。で、元旦のね、移動マーケット、あ、これ三脚売ってるし、後で値段聞いてみようって言った、あれにね、やっぱりどうしても気になったんで、今日ちょっと三脚のね値段を聞きに行きました。そしたらね、コンパクトな方のね、これがいいなと思うよと思ってた方の三脚がね、なんと、言い出しね、6万650円、安いと思ったんだけど、まあ一応ね、マーケットの言い出しっていうのはね、まあ叩いておくもんなんで、5万なんないの、5万にしてよって言ったんですけどね、6万3000円、もうだったら6万でいいよなって。まあ、それで6万切符600円で購入いたしました。で、今日昼間のね、食堂が早速ね、まあけどそれもね、1個しかないっていうんですね。で、大まま展示してて、もう何、砂ぼこりまみれの汚いやつを買う羽目になったんですけども、まあまあね、砂ぼこりのやつはね、洗い流せばいいんで、飯屋に行って最初に、洗面台でね、三脚洗って、それから、まあ、先に来てるお客さんのね、調理が終わってから、カメラ、厨房で回してもいいって。で、昼間のね、ガッパオの、本編動画を撮りました。三脚あるとね、便利っすね。ただなんかね、食堂がなんかね、ベトナムから動画投稿してる、あれ、チカチャンネル、チカさんとかっていう女性がね、なんか、まあ、割とね、美人目のね、外装をした女性が結構無茶してるチャンネルがあって、で、その方よくはね、食動画を撮ってるのを見て、画角がね、っていうのを、あ、そうか、食動画ってそういうのも気にしなきゃいけないんだと思ってね、ちょっと、食べてるね、皿が映るような角度で、カメラを回してみようと思ったんですけど、なかなか難しいですね。うん、まだまだ勉強することがいっぱいあります。けど面白いですね、こういうので。あ、こういう風な撮り方すればいいんだなっていうのがね、少しずつ分かってくると。で、まあ、270本ぐらいでしたっけ、本編動画。撮ってるんでね、もう、大概ね、ちょっと勉強しろってとこなんでしょうけど、まあ、いかんせんね、年取るとね、覚えが悪くなるんで、しゃあないっすね。お、すごいな、これ。野菜、新鮮そうね、ほんとに。あ、でも年明けたからね、
あれですね、カーターン、自動車が道路使用料か、道路使用料の納付が納付しなきゃいけないですね、2022年の分の。あとあれか、排気、青い方のバイクのね、車検が、あれさ、3月までだっけかな、ちょっと覚えてないですけどね、ちょっとあの車検場にも行って、車検を取らなきゃいけないです。あと6月5月の末にはね、ビザの更新ですね、ビザの更新があるんで、ビザの更新ついでにね、ちょっとあの免許、ラオスの免許のね、日本の免許をラオスの免許に切り替えるんですけど、それも一緒に、ね、去年は結局ね、切り替えできなかったんで、今年はちょっと切り替えなきゃなと思ってます。まあぼちぼちね、2022年度前半ですね、上半期はまあやらなきゃいけないことがね、パラパラ、まあ、パラパラっつってもね、あの何、道路使用料と道路使用税との納付と、車検と、ビザの延長、そしてまあ免許証の切り替えだけなんですけどね。あとあれだ、タンクに穴開いてるの直さなきゃいけない、あれめんどくせえな。あとこの今ね、あのあメイン機がね、タンク穴開いてからね乗ってるこの株もね、ちょっとね、あのパートナー帰ってくるまでにね、ちょっとオーバーホールしないと、このまま乗せるんじゃね、ちょっとかわいそうなんで、俺も手入れなきゃいけないですね。今日水曜日となるとね、あれですね、週中だからか、完全にビエンチャン人が消えてますね、いつも通り、静かな晩便になってます。ここがね、このロッティ屋台以外がね、車並んでないもんね、やっぱ人少ないってことですね。うん、よっしゃ、ツイッターさ、今日は何本飲もう。